62円で作れるスーパーダイエットフードレシピをお伝えします。この動画ではこちらの流れでお伝えしていきます。1つ目、なぜスーパーダイエットフードと呼ばれるのか。2つ目、何を取ればスーパーダイエットフードになるのか。そして3つ目、具体的にどのように作ればそのスーパーダイエットフードとして効果を発揮することができるのか。その美味しい簡単なレシピをあなたにお伝えしてまいります。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録をしていただきますと、もうとっても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりますね。ではまず1つ目の項目、なぜスーパーダイエットフードと呼ばれているのか。その理由はもうですね、腸内環境が整って痩せ体質になることができるからなんですよね。もうこの一言でねまとめることができるんです。あなたがもし健康的で綺麗に痩せたいなと思っていらっしゃるようであれば、まずはあなたの体質そのものを痩せ体質へとやはり生まれ変わらせることがね必要になるんですよね。なぜかと言いますと、いくらあなたがその食事の制限を頑張ったとしても、毎日きつい運動を頑張ったとしても、その時は一時的に痩せるかもしれないんですけれども、残念ながらですね、長続きしないんですね。必ずリバウンドが待ってます。それはなぜかというと、あなた自身のその体質が痩せ体質になっていないから。その太ってしまう体質のまんま体重が落ちているだけということになってしまうんです。そうすると長期的にその痩せる体質、痩せるその状態をですねキープすることができないんですよね。そこで私が日頃からこのチャンネルを通じてお伝えしております腸活です。腸内環境を整えることができれば、あなたは自然とその痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよね。具体的に申し上げますと、あなたが太っているとしたら、もうそれはあなたが終わるのではなくって、あなたの腸内にいる悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌がですね多いんです。多く住み着いてしまってるからこそ、あなたは太りやすい食べ物、例えば甘いものが食べたくなる、脂っこいものが欲しくなる、さっき食べたばっかりなのにもうお腹が空いてしまって、また何か食べてる、もう気がつけばチョコレート一袋って当たり前みたいな、そんなやはりその負のスパイラルに入ってしまっているとしたら、それはあなたの腸内のですね悪玉菌、デブ菌がそういったものが餌となるわけですから、もう大好物なんですよね。そうするとそれを食べたい食べたいって命令を出すわけですよ。なのであなたが食べたくなってしまうわけです。が逆に言うと、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがもうどんどん増えてくれる腸内環境を手に入れることができたとしたら、あなたはその善玉菌が好むものってですね、もう本当に体によくって痩せるものばっかりなんですよ。そういったものを自然とね食べたくなるんですよね。過去の私もそうです。もう過去の私もそのいわゆるデブ菌のもういいですね腸内環境を持っていて、今よりも10キロ太ってましたし、もうとにかく体調も悪い、そしてもう肌荒れもひどくって、もういよいよ人前に出られないほどのもうひどい醜い顔になってしまって、もう本当にもう辛い過去ですね、その経験してるわけなんですよね。でも今はなんであの時あんなに食べたかったのかも分かるんです。なぜかというと、私はその腸内環境を整える術を手に入れて日々楽しく取り組んでいるからなんですね。なので以前は全然食べたくなかったようなものがもう美味しくって美味しくって仕方がないんですね。もう私ご飯の代わりにお菓子食べてましたからね、もうそんな人間だったんですよ。だからあなたの気持ちすっごくよくわかるんですよね。でもやはりそこを断ち切るためには、あなたが食べているものを変える、選ぶものを変えるだけで慣れます、痩せ体質慣れますから、ぜひ今から私が最後お伝えする美味しいレシピを毎日ですね取っていただきたいと思います。では次に移りたいと思います。何を食べればそのスーパーダイエットフードになって、しかも先ほどお伝えしました痩せ体質になることができるのかっていう材料をあなたに今からお伝えしてまいりますね。もうそれは
こちらです。キャベツなんですね。お野菜の中でもとにかくですね、このキャベツというのはもうすごいですね、スーパーダイエットフードになるんですよね。なぜかと言いますと、その先ほどの痩せ菌、善玉菌を増やすためにはとにかく豊富な水溶性の食物繊維ですとか、あと不溶性の食物繊維がこうバランスよく取れている必要があるんですよ。で、食物繊維といってもこの2種類あるんですよね。水溶性、要は水に溶けやすいネバネバした、まあ、海藻とかですね、ナメコとか、ああいうこうネバネバ納豆とか、ああいったのプラス不溶性です。どちらかというとその逆、こうもさもさしたようなごぼうとかさつまいもとかですね、ああいった食物繊維がやっぱりバランスよく取れていることがとっても大事なんですよね。その時にですね、このキャベツは実は両方持ち合わせている優れものになるわけですから、一度にこの2つの2種類の食物繊維がですねバランスよく取れてしまいますってことなんです。なのでキャベツを取るだけでもスーパーダイエットフードになるっていうことなんですよね。よくキャベツダイエットとかあると思うんですけれども、そのもちろんキャベツばっかりだとダメですよ。痩せるためには栄養が必要ですから、キャベツばっかり食べたって痩せないです。ただ毎日食べるのはおすすめなんですよね。そしてキャベツというのはもう低脂肪です。もうほとんど脂質が入っていないお野菜になりますし、また抗酸化作用がありますから、若返りですよね、細胞を傷つけるようなそういったものを抑えてくれるその抗酸化作用があるわけですから、もうどんどんやはり内臓も元気になって腸も元気になって燃えやすい体へとなることができるんです。なので今回のスーパーダイエットフードの材料の一つはこのキャベツを使った美味しいレシピになる。しかもこの動画の冒頭でお伝えしました、たったの62円でできちゃうんですよ。お楽しみにしてくださいね。そしてもう一つの材料はリンゴ酢です。お酢ですよね、まあ、ビネガーです。もうこのビネガーもいろんな種類がねあるので、まあ、どれも効能それぞれいいんですけれども、今回私が選んだのはこのリンゴ酢になります。でなぜリンゴ酢かと言いますと、その酢酸の働きでもうまずあなたの腸の動きがもうとっても良くなる、まあ、前導運動ですよね。どんどん元気にやっぱりしてあげる必要があるんですよね。そして血糖値の急上昇をこのリンゴ酢は抑えてくれます。ここがすっごく痩せるためのポイントになるんですよ。なぜかというと、太る原因は血糖値の急上昇なんです。この急上昇している間にあなたのお体の中でどんどん脂肪が溜め込んでいくその過程になるわけですよね。逆にこの血糖値が緩やかに上昇してくれるものを召し上がっていただきますと、その間脂肪を溜め込みにくくすることができます。でその食材がやっぱりそのお酢、リンゴ酢になるんですよね。そしてまたカリウムです。カリウムが豊富なのでむくみ改善になります。もう私別動画でもですねよくお伝えするんですけれども、いくら体重が減ったとしてもむくみがある方っていうのは残念ながら見た目が変わらないんですね。なぜかというとむくんでるからです。すっきりしないわけです。なのでとにかくですね、特にお顔とかですね、お腹前とか足回りとかお尻周り、そういったのがやはりむくみがあるからこそその太って見えてしまっているだけですから、やはりそのむくみを改善するためにもしっかりとこのカリウムが豊富に入った食事をされるとベストになるわけですよね。なので今回はこのキャベツとこのリンゴ酢を使ったもう簡単にできる美味しい痩せレシピ、スーパーダイエットフードをお伝えしていきたいと思います。では3つ目の項目に移ってまいりますね。どのようにそのスーパーダイエットフードのレシピを作ればよいのかということで詳しくお伝えしてまいります。まず材料です。ビネガーキャベツと言います。キャベツ1/4、リンゴ酢 100ml、 そして天然の塩を小さじ1/2、そして保存袋1袋と保存の容器を1つご準備してくださいね。ではここから作り方に移りたいと思います。もうまずこのキャベツはですね、その冒頭でお伝えしました通り、私今回このキャベツ1/4を税込みで62円で購入したからなんですね。なので62円でできる簡単レシピということでお伝えしております。でまた私別動画でもこのビネガーキャベツお伝えはしているんですけれども、今回はさらにどれぐらいの量をどのようなタイミングで
で取るともっと効果が上がるのか、そのさらに詳しいお話をあなたにお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。でポイントはやはりキャベツもしっかりと洗ってください。もし農薬がついているような場合は50度のお湯で洗っていただくと農薬が落としやすくできますから、ぜひ取り組んでみてくださいにおすすめです。で今回リンゴ酢なんですけれども、私はグリーンコープでですね購入しております。こちらの、醸造酢ですよね、純リンゴ酢ということで発酵している、こういったお酢になるんですけども、国産リンゴの果汁と果実をじっくり丁寧に仕込んだものです。まろやかな香りのリンゴ酢ですということで、本当にこちら酸味が少なくてすごくまろやかなので、私はこのビネガーキャベツを作る時にはこのリンゴ酢をですね使っているんですよね。もうすごくおすすめです。で何がいいかと言いますと、国産ということと、あとはその原材料のところにリンゴの果汁とリンゴ果実だけなんですね。ですからもしあなたもそのお近くにこういったそのグリーンコープがなかったりとか、他のスーパーでですね見つけていただくときは、今私がお伝えしたような材料だけで作られているリンゴ酢をぜひ選んでください。そうではないと、例えば余計な添加物ですよね、香料が入っていたりお砂糖が入っていたり甘味料が入っていたりですね、そういったのを使ってしまうと腸がですね汚れてしまうんですよね。なのでしっかりとこういった無添加のリンゴ酢を選んでいただきたいなと思って、私は自宅からお持ちしたんですけども、すみません使いかけでねもう半分ぐらい使ってるんですけども、結構ですね早いペースで私こちらリンゴ酢がなくなっていくんですね。そして天然のお塩です。こちらもですね、ぜひ精製される前のビタミンやミネラルがね豊富に入っているお塩を使ってくださいね。もうすごく体にいいですからお願いいたします。そして保存袋といいますのはこちら、こういったこうフリーザーバッグのこういったしっかり蓋がね閉じるものをご準備してください。で保存容器は できればしっかりと蓋ができるガラス瓶を用意してくださいね。では作り方なんですけれども、まずキャベツは千切りによく切っていただいて、よく洗ったキャベツを切りますよね。そしてこの袋にですねキャベツを切ったキャベツを入れていただいて、そこにお塩ですね、塩を小さじ2分の1入れていただいて一旦締めます。一旦締めてよく塩がまんべんなくキャベツにかかってしんなりするまでよく揉み込んでください。そして出来上がったら次に、やっとここで先ほどリンゴ酢ですよね、リンゴ酢をこちら100ml 量っていただいたものをまたこちらのパックに入れていただいて、しっかりと蓋を閉じてですね、でよく揉み込んでください。そうしましたら熱湯で熱湯消毒ですねした保存用のその瓶にしっかりとこのキャベツを詰めていただいて、約冷蔵庫で2週間ほど日持ちいたしますから、そんなに慌てて食べる必要がないっていうのと結構保存が効くんですね。ただしやはりですね早めに食べきっていただいた方がもちろん良いと思うんですね。そしてその1日にとる目安の量なんですけれども、これもですねお体にいいからって食べ過ぎてしまってもやっぱり良くないですよね。どこか朝昼晩のうちどこか1食でいいです。どこかのタイミングで小鉢1皿程度、重りで言うと量で言うと 100g 程度ですね、 100g 程度を1日どこか1回1食ですね召し上がっていただきたいと思います。でこちらやはりですね酸味が少なめとはいえお酢ですから、もうとにかくですね空腹時にいきなりお酢系を取ってしまわれると胃がですね荒れてしまったりとか、お気分悪くなってしまってはいけないので、食前に食べるのもいいですよと言われているお酢なんですけれども、あなたがちょっと今こう胃が疲れてるなとかですね、胃がちょっともともと弱いですっていう方はやはりその空腹時にいきなり一番このビネガーキャベツを召し上がってしまうとちょっと苦しいと思いますが、そこはお気をつけてくださいね。でまたお酢というのはその血糖値の急上昇を抑えてくれるわけですから、できればその胃がお強い方は食前と食後にこの挟んでこのビネガーキャベツを召し上がっていただくのも血糖値を抑える意味ではすごくいいと思いますし、それができない方ですね、胃がお弱い方でも食後にしっかりとですね
要はその一食のメニューの一番最後にこのビネガーキャベツを召し上がっていただいても、その血糖値の急上昇を抑える効果というのはきちんと掴むことができますから、ちゃんと効きますからね。食後に食べていただいても全然問題はありませんから、よくよく噛んで召し上がっていただきたいと思います。そしてちなみに出来上がりのビネガーキャベツはこちらです。私自宅から持参してまいりました。このビネガーキャベツですね、実はこの量でキャベツ4分の1なんですね。なので私は今回キャベツ4分の1のレシピにしましたけれども、この瓶だと私はキャベツの、中ぐらいのサイズで2分の1ですね、半分の量で、こういった調味料系はこの倍の量になるんですけれども、その分量で作ってもこの瓶にやっぱりしっかりですね入るぐらいなんですね。なのでビネガーキャベツにしますと、もう本当に分量がガーバッとですね減ります。生のキャベツを召し上がっていただくよりもすごくその量が圧縮されるといいますか、そんなにかさばらずにですねいつまでも保存ができます。2週間ぐらいは冷蔵庫で可能ですので、ちょっとお野菜不足とかですね、そういった時でもこのビネガーキャベツを作っていただいてストックしていただきますと、お野菜不足も解消できますし、何よりあなたの腸内環境が整って痩せ菌が増えてくれて、結果痩せ体質へと生まれ変わることができますから、ぜひあなたも今すぐですねチャレンジしてみてくださいね。で、私ですね去年ですね、このビネガーキャベツを何かのお話のちょっとしたコラムでお伝えした時に、その動画を見てくださった方がですね、先生作りましたって美味しいですって言ってすごくハマっていただいて、毎日食べてますっておっしゃってくださってたんですね。で、その方が実は夏にですねキャンプにご家族で行くことになった時に、実はこの私がお伝えしたこのビネガーキャベツをわざわざですねキャンプ場まで持って行ってくださって、食べました先生っておっしゃってくださったのを本当覚えてまして、ご家族からですね、特にご主人からでしたでしょうか、そうそう、まあ、このキャンプ場にまで持ってくるこれってね言われましたっておっしゃってたんですけど、もっと可愛い方なんですけどね、もうそれほどやっぱり欠かしたくないわけです。もう数日ですらこのビネガーキャベツを食べない日なんてですね作りたくないっていうぐらい、本当に私もおすすめですし、その方もあなたにですね、もう本当に声を大にしておすすめしますっておっしゃってくださると思いますので、ちょっとそういったストーリーをですね今回あなたにもシェアしたいと思ってお伝えしました。さあ、この動画のまとめに入りたいと思います。1つ目、なぜスーパーダイエットフードなのかというその理由は、腸内環境が整うからでしたね。その結果あなたがその体質そのものが痩せ体質になることができるんですよでしたね。では2つ目です。じゃあ何を使うのかということでしたけれども、それはキャベツとリンゴ酢でしたね。この2つの最強のコンビ組み合わせがあなたの腸内環境をどんどん良くしてくれるものなんですよということでした。そして3つ目、どのようにでしたね。今回はビネガーキャベツというレシピをお伝えしました。このキャベツ4分の1個あたり、私今回62円で購入したので、たったの62円でこんなにも痩せレシピができてしまうんですよということを、もう今すぐあなたにお伝えしたくてこの動画をご準備しましたというお話でした。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話ですね、すぐこのレシピ作っていただきまして、日々のあなたの健康的なダイエット法にお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。